HLX-1 は、地球から、鳳凰座の方向に2億9000万光年離れた、位置にある、銀河エイソ243から49にある、ブラックホールである。初めて確認された、中間質量、ブラックホールである。カタログ名に XMMJ1028.1 から46421。HLX-1 の質量は、 太陽の9万倍と推定されている。これは太陽質量の数倍という構成質量、ブラックホールと太陽質量の数百万倍以上という超大質量、ブラックホールの間にあることになり、初めて発見された中間質量、ブラックホールである。中間質量、ブラックホールの候補は HLX-1 の発見前後もいくつかあったが、 HLX-1 は当初は、太陽質量の少なくとも500倍、おそらく2万倍と推定されており、最も有力な候補であった。そのため、厳密には、初確認された、ブラックホールである。HLX-1 は、某渦巻銀河あるいは、渦巻銀河の A 素243から49の中心部から12000光年離れた位置にある。 直径250光年の青い球状星団の中心に存在する。球状星団からは、可視光でよく見える青い光の他に、ブラックホールの光着円盤のみでは説明のつかない赤い光が放出されている。これは星団を構成する構成が若く、そして高温の大質量性であることを示している。このため、この星団の年齢は200万歳以内であると。 考えられている。HLX-1 は、この程度の質量のブラックホールとしては珍しく、銀河の中心部から離れた位置にあること、球状星団は普通銀河の中心付近にあることから、この星団は、かつて、HLX-1 を中心にして構成された、Y 小銀河で、現在では、A 素243から49に取り込まれてしまい、 中心部だけが残ったと考えられている。すなわち、大質量性は、今から200万年前に衝突が起き、その時に発生した大規模な星形成が生じて誕生したことを示している。この衝突により、HLX-1 に物質が大量に流れ込み、強力な X 線を放つようになったと考えられている。HLX-1 と星団が、 どのように誕生したのかは不明であるが、HLX-1 が、星団という密度の濃い場所に位置するため、周辺の構成を大量に飲み込んで中間質量、ブラックホールまで成長したという説や、HLX-1 が、太陽質量の1万倍という宇宙初期に存在した、超大質量の構成から直接誕生したという説がある。後者の場合、 初期宇宙の天体の生き残りということになる。HLX-1 が、A 素243から49の中心部から、離れた位置をこの先も、安定的に好転するのか、それともいつかは、中心部にある超大質量、ブラックホールと合体する運命にあるのかは分かっていない。いずれにしても H L X、HLX-1 の周辺にある物質はいつか枯渇し、 それに伴って、X 線の強度は減るであろうと考えられている。強力な X 線を放出する天体は、ブラックホール以外にも、白色矮星の新星や中性子星,星でも考えられる。しかし、X 線の強度や時速密度の観測の結果を、矛盾なく説明できるのは、ブラックホールだけという考えから、他のコンパクト性の可能性が排除された。また、 高性質量、ブラックホールでも短時間で大量の物質を吸い込み、一時的に強力な X 線を放出するタイプのものがあるが、観測によりその可能性も排除された。あるいは、星団の背景に偶然もっと遠くの X 線源が重なる可能性も考えられるが、その確率は9%とかなり低いことが判明している。中間質量、 ブラックホールは銀河の中心部に存在する超大質量ブラックホールが構成質量ブラックホールの合体によって誕生するという説のいわばミッシングリンク的な存在として仮定された。現在では中間質量ブラックホールが成長し超大質量ブラックホールへと進化したという説もある。中間質量ブラックホールが 周辺の構成を太陽質量の数百万倍分飲み込むか、あるいは中間質量、ブラックホールが複数合体すれば、超大質量、ブラックホールへと進化するからである。これらは中間質量、ブラックホールが宇宙にどれだけ存在するかによって変わってくるが、現状では知られているのが一個しかないため、詳細は不明である。 各銀河に数百個の割合で存在すると考える研究者もいる。あるいは、中間質量、ブラックホールがなかなか見つからないのは、宇宙の歴史において短期間の未存在したことを示すのかもしれない。あるいは、蒸気の通り周辺部の物質が枯渇すれば、数はあっても放射がないため、観測が不可能となる。 HLX-1 は2009年に X 線観測衛星 XMM ニュートンによって X 線を大量に放出する天体として偶然発見された。最初の観測日は2004年11月である。この時、カタログ名としてに XMMJ11028.1 から46421と名付けられたが、 ニックネームとして、HLX-1 とも呼ばれた。HLX-1 は、ハイパーアルミナス X、レーソース1の略であり、直訳すれば、とても明るい X 宣言となる。観測は2009年から2010年にかけて、チャンドラ x 線観測衛星とスウィフト、2011年8月から9月にかけて、ハッブル宇宙望遠鏡で、近赤外線や、 紫外線、可視光による観測と、電波フレアの観測が行われ、2012年7月に、中間質量、ブラックホールとしての確証が得られた。ABCDEFGHIJKL スター、クラスターサラウンズウェイワードブラックホールインカニバル、ギャラクシー、NASA ハット ABCDEFGHIJKL、MNOPQRSY 小銀河の名残 ブラックホールを囲む若い星々アストロアーツ、ハット ABCNASAS ハブルスポッツ、エーレリックフロム a シュレデッド・ギャラクシー、テクニカル・ファクツ、アバウト・ディス・ニュース・リリース、ハブルサイトハット ABCDEFGHI ニュー、キャンディデート・フォー・ミッド・サイズ・ブラックホールズ・スカイ・アンド、テレスコープ、ハット ABCDEFGHIJKLM、NOP ・アン・インター・ミディエート、 マスブラックホールオブ500ソーラー、マセズインザギャラクシーエーソ243から49アーカイブ、ハット ABCDEFGHIJKLM、N スターウォーズ、ハッブルキャプチャーズ。リメインズオブシュレデッドギャラクシーアラウンド、レアニューカインドオブブラックホール、メールオンライン、ハット ABCDEFGHIJKLM、NOPQR アストロファイル、ミッシングリンク。 ブラックホールイズストレスイーターニューサイエンティストハット ABCDEFGHIJKLM 初の中間質量ブラックホールを確認ナショナルジオグラフィックハット ABCDEFGHI ハウ A ブラックホールサバイブドザディストラクションオブイッツギャラクシーザクリスチャンサイエンスモニターハット ABCDE オッドブラックホールイズラストサバイバーオブイッツギャラクシーワイヤード ハット ABCDEFGHIJK サイエンティスツファインド A ブラックホールザッツジャストライトアーステクニカシュバルツシルト半径 ABC 質量から導いた計算結果ありがとうございます